こんにちは、ガンノです。今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、ちょっとそのね、作り方とかの説明はちょっと横に置いておいてですね、ちょっとまあ、宣伝じゃないですけどもね、ちょっとイベントのお知らせをですね、ちょっとしたいと思います。実はですね、この7月のですね、22日の日曜日なんですが、堺でですね、こういった手ぬぐいフェスっていうのをね、やります。手ぬぐいフェスティバルなんですね。でこれ去年から始まってですね、もう非常に好評でなんです。去年はですね、実はこういった形だったんですね。でこれがパンフレットです。で、まあ、中を見てみますと、まあ、こういった形で、まあ、去年はですね、このアロハっていうのをメインでずっと朝から晩までね、アロハのダンスを踊ってたらしいですけども、あとこれ以外に各メーカーさんがですね、いろんな手ぬぐいを出品してですね、そこで販売しているというようなイベントになります。まあ、プリントもあり、抽選もありですね。まあ、堺っていうのが、大体ですね、抽選っていうのが、の組合で20件ぐらい固まってあるんですかね。20件ないですかね、そのぐらいの組合の規模なんです。まあ、全国で見てみても全部で30件ぐらいしかない中の大体20件ぐらい固まっているのがこのケナ地区、堺の地区なんですね。ですからここがメインになって、ちょっとね、手ぬぐいを分かってもらおう、知ってもらいましょうっていうイベントなんですね。で、まあ、若い方、まあ、我々の年代になりますと手ぬぐいっていうのは分かるんですが、逆にですね、もう若い子っていうのが手ぬぐいっていうのはあんまり馴染みない、って言われるんですよ。ちょっと寂しい話なんですけども、まあ、たまたまですね、赤ちゃんができてね、結婚して子供ができて、こう一緒にお風呂に入ったりするときにガーゼであったりとか手ぬぐいっていうのを使うようになって、初めて手ぬぐいの存在を知ると、やっぱ手ぬぐいっていいよなっていうので、そこからまあ手ぬぐいにハマって使い出しましたっていうお話もね、よく聞きますね。私の娘もそうなんですけども、よく聞きますね。ですから、まあ、そういったそこで初めて知るんじゃなくて、もっと先に知っておいてもらいたいということで、こういった手ぬぐいフェスっていうのをですね、この7月の22日今年のですね、日曜日にまたやりますのでですね、どこでやるかというと堺の、駅前ですよね、市役所のところでやります。もう近くです、ね、駅降りたところへんなんですね。ここにありますけどね、この下の方にありますけど、やります。同じところでやりますね。ですからまたね、お時間がありましたあったりですね、手ぬぐいに興味の終わりの方はですね、ぜひお越しください。よろしくお願いいたします。